これだけで実はもういけるかな、ご飯15。そうそう、これ1500円ってやばいよな。うん、学生の頃、ドリンクバーと山盛りポットフライって10時間ぐらいですよ。迷惑。はいどうも、つけ麺2ストップだ。阿部ちゃん、はい、今日ご飯15、ガストのおかずだけで食べきろうぜ。神もうキュウリとかに比べたらほんま神まあね、ほんまご褒美やぞこれは。わーい、どーん、重たい。おそらく15以上あります。これね、ガストのおかず、まずこちらからミックスブレッド。おお、これすごいよ。これ安いんですよね。これで1500円っていう。そうやって、これチキン、コロッケ、ポテト、ハンバーグ、ソーセージ。ハンバーグ3つ入ってるからね。あ、これだけで実はもういけるかな、ご飯15。そうそう。はい、じゃあ続いてこちら、和風ハンバーグ。おー、はい、ハンバーグ尽くしやな今日。でこちら、油淋鶏。おい、油淋鶏。はい、こちら唐揚げ天候。おー、天候、天候すごいな、はい、今日みんな大好きミックスグリルです。肉尽くしやんね、すごいな今日。すごいよ。で、申し訳野菜申し訳野菜、申し訳野菜、ほうれん草、でこちらのね、おかずでご飯15を食べようという企画でございます。よっしゃ、はい、食べましょう。はい、え、何食べたい？俺、和風ハンバーグ食べたいよね。俺、ミックスプレートミックスグリル、ね、じゃあ俺、油淋鶏。はい、ああ、じゃあこれでまず行こうよ。はい、うん、まあ、他にね、つまみつつ、はい、もうね、もう、おけんテーブルがよし、じゃあ、モルで。はい、じゃあ、まあ、とりあえず。かわいいな、かわいいぞ、リーダもっともっと食べた。いやいやいや、15あるからね。これは、なかなか豪華だよ。これは上がる、相当豪華だよ。こういうのが上がるんよ、うん、やっぱりコーンも開いてんじゃないですか。ああ、しょうちゃん、おぉ、テンション高いな、やっぱしょうちゃん、やっぱ。いただきます。いただきます。やっぱミックスグリルいっちゃうな。ガストの箸柔らけえなゴム製なのかな。これの一緒、ちょっと触ってみて。あ、これ硬いわ。これ硬いやんな。え、ちょっとこれやってみて。俺のやばいよ。あ、ほんまや、やばいっすね。まあ、さておいてさておいて。いや、もう和風ハンバーグが好きすぎて。いただきます。いただきます。いただきます。あ、うめ、うまい、うめぇ、油淋鶏、うまっ、うまっ。好きなものだけ集めたって感じがたまらないですよね。この油淋鶏のタレがかかったキャベツめちゃくちゃうまい。わかるな。それでご飯食えますもんね。そう、ちょっとウインナーいっちゃおう。このウインナーいっていい？はい、うん、うまい。パリッてする？パリッてする。うん、パリッてするわ。おかわり。うわ、さすが。あ、もうおかわりしまーす。はい、うん、うまそう。うわ、うめえ。なんだってこんなうめえんだ。ガストレベル高いな。めっちゃ安いねんけど、サイゼリアよりかはちょっと高めやねんな。うん、味のクオリティで言ったら、まあ俺はガストの方が好きだ。俺もサイゼは友達と行くところで、ガストは家族って感じ。ああ、なんかさ、全く別物だけど比べちゃうよね、サイゼとガストって、うん、そう、パターン一緒やな。パスタ、ピザ、グラタン系でも肉系みたいな。一応サイゼはイタリアンじゃん。あ、ガストは違うもん。ファミリーレストランっていう。ああ、うん、そっか、何でもあるよっていう。うどんとかもありますもんね、うん、お刺身とか。あ、そっかそっか、うん、どっちかっていうとココスの方が割と近いかなって思っちゃう、ガストと。怖い、ガストはね、枝豆なんですよ、コーンと。ああ、他のとことかグリーンピースとかあったりするんで。まあね、素晴らしい配慮がそれ多分翔ちゃんグリーンピース嫌い。いや、結構子供ってグリーンピース嫌いなんですよ。確かにね、うん、なんで嫌いなんだろうね、グリーンピース。中のゴモゴモ感って、うん、かな。別に苦くないもんな、あれって。うん、食感やんな、あれって。そう、俺も食感がいいやつです。うん、ガストの唐揚げ、うん、まっ。そう、めっちゃうまい。そんなうまい、うまか、めっちゃビール飲めちゃう。ああ、うまいな。このなんかクッってなってるところを水でこう押し込むのが気持ちいい。本当はメロンソーダだよ。メロンソーダがいい。コーラとかドクターペッパーとか。ドクターペッパーそんなに聞いた。学生の頃ドリンクバーと山盛りポットフライで10時間ぐらい座ってた。迷惑それぐらいの武器よね、山盛りポ
驚いて。俺東京来たての頃めっちゃ行ってたわガスト。でめっちゃ居座ってた。で寝てたりとかしてた。めっちゃ迷惑やけど。うわあ、寝るのはダメですよ。寝るのは最悪だな。で、あの、じゃあ俺その時夜の仕事しててバーみたいな。始発がまだないみたいな。うん、って時に行ってもう寄ってるからこっちも。あまあ頼んで寝ちゃうみたいな。へえ。でも結構寝てる人いいよね。こういう24時間系のファミレスって始発動き始めたなと思ったら起きて行くみたいな。ドリンクバーがいいねんな。俺コーヒーさえあれば一生おれるやん。デニーズのドリンクバーが最強なの。あ、そうなの。セブンのアイスコーヒーが飲める。まんま？まんま。系列が一緒なんかわかんないけど、セブンのコーヒーが飲めるのよ。うまいんや、やっぱ。俺はもうセブンのコーヒーが一番好きだから。コンビニコーヒーの中だったら。よっしゃー、満足しましたね。ごちそうさま。ごちそうさまでした。今ちょっと給料欲しくない？バリッといけない。俺和風ハンバーグ完食でーす。ミックスグリル完食。チキンいっていい？はい。このチキングリルみたいな。いただきます。うまいな。塩コショウのシンプル。この油淋鶏のソースつけて食べたら美味しい。結構です。肉ばっかりやな。重くなってきた。最初のテンション上がったのに胸いっぱいだわ。うん、お腹がっていうより心が満たされたって感じ。うん、なんかつけ麺ずっと毎回テンション上がって、うん、茶色しか買ってこないんですよね、持ち帰りに出てきて。そうなんよな。もっと考えればいいのに。そうそうそう。これ食いたい、これ食いたい。そうそうそう。満腹になってから気づくねんな。もっと野菜系買っとけばよかったって、うん、これだけだもん。申し訳ほうれん草。ハンバーグ行こう。シンプルデミハンバーグね。そうですね。さっき食ったやつそのまま入ってんじゃん。すごっ。めちゃくちゃでかいよね。でかい。いや、これでさ、1500円ってマジでコスパ良くない？コスパ良すぎるね。ね。リーダーあんまハンバーグ好きじゃないんでしょ。そう、俺ハンバーグに魅力を感じやんねんな。珍しいよな。そもそもハンバーグ屋さんに行こうと思わねんの俺。じゃあ、あの爽やか美味しくなかったんですか？いや、食ったら美味しいね。で、そう、自分からってこと？そうそうそう。なんかもう、ハンバーグは俺の中で家で食べるもんっていうなんかイメージがつけすぎて、あえて外食して食べようと思わねんな。そうだったら、まあ家であんまし出にくいステーキとか。俺普通に行くけどね、ハンバーグ屋さんとか好きだから、まあ、それが普通なんやな。でもな、普通というか、まあみんなハンバーグ好きな人多いやん。ハンバーグと唐揚げとウインナーさえあれば生きていける自信がある。死ぬけどな。ちょっとドリンクバーでカルピスとコーラ混ぜていきます。いるわそういうやつ。一日だけでもいいからさ、あマックス鈴木さんみたいな胃袋持ちたいな。なってみたい。なってみたい。あと速攻お腹パンもいいじゃないですか。まあでも確かにそうだね。バイキングとか行ってマックス鈴木さんみたいなさ、うん、あんだけ食えたらもう得するじゃん。食べ放題やばいよ。でも意外とああいう人らって行きにくいやん、食べ放題気になって、うん、まあそうだろうね。結構有名になっちゃってるしさ、うん、俺らの時代そのフードバトルクラブっていうのが流行ってて、小林健とかジャイアント塩田が全盛期の時、それはもうなんか今の大食い番組とかじゃなくて、もう本当スポーツとして、そうそうそう、もうすっごいストイックにやってた番組で、その時のね、小林健がもうすごかったのよ。あのね、YouTube とかでもあると思うんだけど、カレーを30分でどれぐらい食べれるかみたいな、うん、もうこれなのよ。あの人アメリカでめちゃくちゃ有名やもんな。もうホットドッグにね、そう優勝したからね。その時の映像も見たけど、やばいよ。まずホットドッグを先にバチッとガガガって食うので、そしたら側のパンを水にバッチャーつけて、そうそうそう、グッてくるの。それだから、それでやってるから。そうそうそう。わからん世界、その世界は。あ、見たことないか、それ。うん。入れたのか。あと全部いく？ちょっと。行ったら、大食い番組出れますか？出れる出れる。そしたら俺、尊敬するわ。憧れるわ。翔ちゃんは、トレーナーつけて、1年間、大食いのトレーニングしたら、そこそこ見てると思うね。いや、ポテンシャル的にこん中だったら輝いてますけど、外に出たらもう本当にやないですよ。本当にもういや、もうトレーナーつけたら、いや、絶対やだ俺。予選には出れるよ。ローランドが食べる姿っていうのは本当に生きてるとこだから、あまり見せないんですよ、あの人やっぱり。へー、もう夢の存在だから、うん、俺もそうなりてえと思って、うん、いかに大食いチャンネルで自分の食べる姿を見せないかっていうのを考えてる。
それむずいな。その結構昔にスマップのビストロに、うん、ニコラス・ケイジが出たのよ。ああ俺衝撃的だったのよ。食べる姿を見られたくないからっつってジャケットこうやって食べてんの。隠してずっと。そうずっとスターすぎるなそれは。それ見てビストロ出た時はそうしようと思った。もうないけどな。もうなまだ分からんよ。はち切れそうだ。ムービーファイター目指すのにこれから。もうあと一人一杯ぐらい盛れば。夜ご飯なくなったんで盛ろうかな。はい、なくなります。はい、わいいね。素晴らしい素晴らしい。じゃあほうれん草こっちのっけちゃおう。よし、おかずなくなったぞ。すげえ、あと少しです。何がアップルウォッチが。ちなみにこっちの方が入ってるよ。なんでわかった。寿命とか。うん、おー素晴らしい。おー完食です。うん、完食。おかずが多かったな。おー、満足した。このプレート1個で良かったかもしれない。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ。バイバイ。キュウリパリっていきたいな。結局文句出るねんな。やる気はあるんですけどね。